ホーム、うなずき温泉駅は、富山県黒部市うなずき温泉にある、富山地方鉄道本線の駅。本線の終着駅である。駅番号は、T41。足湯、黒巻島式ホーム一面二線を有する地上駅で、ある。京上駅舎となっており、終日駅員が配置されている。1階がホームと、トイレと観光案内所、2階が、 改札口と売店となる。2018年にバリアフリーへの対応としてエレベーターを設置。改札内とホーム間、2階のコンコースと液出入口間の合計2機を設置している。2016年4月にホームの一番端に三戸岡英イがデザインした足湯、宇な月き温泉駅の足湯黒なが開設された。ホーム西側が一番乗り場。 東側が2番乗り場となる。また、2番乗り場には、引き上げ線が設けられている。富山県伊東経年間及び、統計黒部によると、2019年度の1日平均乗降人員は828人で、ある。各年度の1日平均乗降人員は、以下の通り。当駅は、立山駅と並び観光客の利用が多い駅となっている。 うなずき温泉温泉噴水うなずき温泉の温泉街であり、駅前広場には温泉の湯を使った噴水がある。また、駅前の歩道の舗装は日本地図を模したカラー舗装になっている。当駅から約250メートル南側に黒部峡谷鉄道うなずき駅がある。混同を避けるため、富山地鉄の駅舎入り口には、この駅は、 トロッコ電車の乗り場ではありませんという正し書きの看板も設置されている。ありがとうございます。